私がまだ話し祈り、自分の罪また自分の民イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山に関して恵みを乞う願いを自分の神エホバの御前に捧げている間、まだ祈りの中で話している間に、私が幻の中で初めに見た人ガブリエルが疲労しきって夕方の供え物をする自分に私のそばにやってくるのであった。そうして彼は私に理解を得させながら私と話してこう言った。ダニエルよ、今私は理解とともに洞察力をもあなたに得させるために出てきた。あなたの懇願が始まった時に一つの言葉が発せられ、報告を行うために私自らここに来た。あなたは大いに望ましい人だからである。故にこのことをよく考え、見た事柄について理解を得よう。あなたの民とあなたの聖なる都市に関して定められた70州がある。これは違反を終結させ、罪を終わらせ、咎の贖いをし、定めのない時に至る義を携え入り、幻と預言者とに勝因を押し、聖の聖なるところに油を注ぐためである。そしてあなたが知り、また洞察するべきことであるが、エルサレムを修復して立て直せという言葉が発せられてから、指導者であるメシアまでに7週、そしてさらに62週があるであろう。